それでは敗者復活戦の第1試合、太郎側小島ゼミ、日野側竹内ゼミで始めます。審判は私と土屋先生と新谷先生に務めます。始めます。太郎側より始めてください。どうぞ。緑のやつ強い。くそ。共同事業の開発として我々は下準備を、しておりました。それらを不意にしてまで炭鉱開発をする必要性がないと思われます。費用の面で考えると、テーマパークを作るのは、まず土地代というか、そういうのがまず莫大に何千億もかかってしまうので、また、そのテーマパークができてからも、DTL とは、まあ、絶対という、確率的にも分かんないので、炭鉱開発をした方が、確実性があるのではないかと思います。審判団、判定お願いします。それでは、加藤側お願いします。まず土地代がかかるといったお話でしたが、これは我々元宮財閥の方で用意してある土地であり、テーマパークだけが土地代がかかるといったことはございません。それは炭鉱でも同じことであります。そして利益を出す、テーマパークだけでは出しづらいということでしたが、我々は今回 A プラン、B プラン、あるいはそれに付随するような住宅開発を得て利益を相互補完していくつもりであります。東日本大震災が起こって日本は脱原発というのをテーマに掲げているので、炭鉱開発をするべきだと思います。テーマパークをやっぱり土地以外にもやっぱり電気代とかいろいろかかると思いますし、今の日本の状況を考えたら炭鉱開発をこれはいいと思います。以上です。
社会的価値の話でしたが、それから言えばテーマパークにも夢を与えるっていう価値があり、またテーマパークを作り周りに住宅街を作ることで地域の活性化にもつながり、それもまた社会の社会的価値につながると思います。テーマパークというのは夢を与えると言ったんですけど、もし成功しなかった場合は経営状況が悪くなり赤字というものがなるので、夢を与えられるものではないと思います。ですが、自動車側の、主導するような炭鉱、まあ、自動車側が主導となっている炭鉱は、そちら側は県内にあえている企業であるとも、お話が出ていました。そのような企業が、炭鉱開発を主導となって失敗した場合、そちらにとっては致命傷となるかと思われます。それは、そのようでしたら我々太郎社と自動車が共同開発をして事業を進めた方が、総合感的にも良いものであると思います。もう帰るわ。カメラで今やりすぎる。審判団お願いします。テーマパークというのは、こういう土地というのを莫大に使うものであって、そういう土地をたくさん使うよりも観光開発を多く使った方が利益にもなるのではないかと思います。うわテーマパークを作る資金に対してメンバンクと融資の契約をもうすでに行っているため、ここで急に炭鉱に方向転換すると損害賠償を請求される可能性があり、マイナスのところが増えると思います。損害賠償のこと言われたんですけど、太郎側と次郎側では正式に文書的な契約をしていないので、そういう正式な契約はできていないと思います。
メンバークの資金提供の契約はテーマパークを作るに際して必要不可欠なものであり、それを行ったということはもうすでに契約もう成立しているものだと考えるのが妥当だと思われます。今そのメインバンクとの契約が成立されたっていうことを言ったんですけど、まあ、そのメインバンクとの契約以前にその人の自動車での間での正式な契約がなされていないので、それは正式な契約の成立にはならないと思います。終わった。今やってご飯食べに行くの終わったよ。